皆さんこんにちは。カメラ総合弁呼吸器内科の中島圭と申します。突然ですが、皆さんは COPD という言葉を聞いたことがありますか？ COPD とはタバコの煙などの有害物質を習慣的に吸い込むことにより起こる肺の生活習慣病であり、慢性閉塞性肺疾患と言われるものです。この動画では COPD、 つまり慢性閉塞性肺疾患はどんな病気か、どんな症状が出るのか解説したいと思います。 COPD の主な病気の基準としては、口と肺をつなぐ気管気管支に炎症が起きて腫れてしまうことにより空気の通り道が狭くなり呼吸が苦しくなります。進行すると炎症で肺そのものが壊れていきます。 COPD は世界の死亡原因3位の病気であり、日本人の COPD 患者は推定530万人いると言われています。2017年の総患者数は日本で22万人で、推定人数より少ないです。そのため非常に多くの COPD 患者さんが未診断のままであると考えられています。 COPD は早期に診断して治療することで予防改善できる病ですので、これからお話しする内容に当てはまる方は専門病院での検査をお勧めします。 COPD はタバコ病と呼ばれるほどタバコと関連のある病で、COPD 患者さんの 90% に喫煙歴があります。これまでの研究データによると、タバコを1日1箱20年吸っている場合は 20% で COPD になっている可能性があります。またタバコを1日1箱60年以上吸っている場合は 70% で COPD になっている可能性があります。タバコの本数は過去のものも含みますので、今吸っていなくても過去に吸っていたら COPD になる可能性があります。他にも COPD の危険因子として自動機線や大気汚染、職場における粉塵、暖房や調理用の燃料として薪や石炭を燃やすことによる屋内空気汚染などが言われます。 COPD の症状はゆっくり進行していきます。初期症状は軽いですが、喫煙を続けたり汚染物質を吸入し続けると症状は次第に悪化していきます。代表的な症状は息切れ、咳、喀痰、胸が締め付けられるといったもので、進行すると体重減少や食欲不振、疲労感などが出てきます。タバコを吸っている人、長く吸ったことがある人、自動喫煙がある人、汚染された空気を長く吸入したことがある人で、咳、痰、息切れなどの呼吸器症状を認める場合は COPD が疑われますので、近くの内科、あるいは呼吸器内科にかかりましょう。 COPD の診断方法は胸部レントゲンや呼吸機能検査を受けることで COPD の確定診断に至ることができます。 COPD は早期に診断治療をすることで予防の改善が見込める肺の病ですので、今までの話を聞いて自分は COPD かもしれないと思った方は、近くの内科あるいは呼吸器内科を受診してみてください。以上、 COPD つまり慢性閉塞性肺疾患がどんな病気か、どんな症状が出るのかを解説しました。次の動画では COPD の治療方法について解説しますので、ぜひ引き続きそちらもご覧ください。ご視聴いただきありがとうございました。